つまこです。ぐっちゃん待機しててありがとう。ゾンビさん元気、あ違う、おつまこ、デイクさん元気まこ、もっくんやっほー、あきひろさんこんにちまこ、あつしさんこんばんまこ、ちゃちゃさんこんばんまこ、りきさんおつまこ、おうくんおつ、としさんおつまこ、あきらくんこんばんまこ、たけりやさんおつまこ、のりグラタンさんおつまこ、おつまこ、皆さんおつまこでございます。おつまこ、おりぷこさんおつまこ、こんばんは、よっしーさんこんばんまこ、きょういちさんこんばんまこ、すぎりんさんこんばんまこ、ね、寒いね、わかる。おつまこです。げんちゃさんハートありがとうございまこ、レイクさんいいねありがとうございまこ。そう、3ヶ月目は使用ないらしいね。 3ヶ月目使用みたいな、ないですね。メール今来た？こんばんまこ、こんばんまこ。初見のひーしーさん、宮丸さんが昨日配信でお兄ちゃん可愛いって言ってました。嬉しい、ありがとうございます。ルームフォローよろしく。そう、ウニさんね、名古屋にいないんで今こちら代わりにいます。こやウニヤバと、これが現実のウニ。100日後に寝るまこ、そう100日後に寝るまこ、豆腐ガトーショコラ、そうです、リベンジ。なんか前に豆腐ガトーショコラ作ったらなんかドロドロだったんですよ。で今回はなんか違うレシピを見てやりたいと思いますね。次ルーム可愛くないの100日目でしたね。その子90日目でもスペシャルにしてくださいね。90日と100日目スペシャルにしてほしい。怖っ、ね、ガタンって言わなかった今。外か、風強い。なんそう、風強いね今日ね。豪華なルームは100日までお預けですね。豆腐を裏ごしすると滑らかになるよ。そうなんです、します。今日はなんか豆腐の水切りしてます今。土砂降りに打たれて震えても、え、土砂降りなの東京とかは。体調大丈夫？大丈夫です。今日散歩したらさ、何気に一万歩行っててさ疲れたおつまこですわ本当に。あと10日頑張りましょう。100日目は何するのかと言いますと、そんなにちょっとね、ちょっとなんか諸事情によるなんて。100日目はね、ケーキを買おうかな、普通に。普通になんか一切れぐらい可愛いケーキ買って、お家で食べようかなって思います。100日目にこれやるべきなんだけど、まあでもいいか。ただいまこ、おつまこ。しんのすけさん、三色団子ありがとうございまこ。チューリップもありがとうございまこ。げんちゃさん、尊いありがとうございまこ。しんのすけさん、可愛い。馬もありがとうございまこ。豆腐が当初からリベンジ、そうリベンジ。ガトーショコラもちそ、勇気のメガネさん三色団子ありがとうございまこ。ね、今日いい天気すぎて暑いよね。今日20度ぐらいあった。鍋風さんハートありがとうございまこ。ホールじゃないの、ホールは多分高いか無理時里江さん三色団子ありがとうございまこ。あのね、たこ焼きはちょっと配信ではちょっとできなくて、そう待っててください。まこさんハートありがとうございまこ。ぐっちゃん音符ありがとうございまこ。そう、なんとですね、なんとですね、私じゃーん、はかりを買いました。やっと買えたよ、はかりだよ。私のずっと待ち望んでたはかり、一番なんかね安かったはかりを
買ったんですけど、あ、なんとですね、カロリー、お米のカロリーが測れるらしいんですけど、測ったことはないです。タニタ、タニタ食堂電子測りです。イエーイ。ほら、ゼロ表示もできます。素晴らしい。もうこれで今日は測りまくっていきたいと思います。ケーキの中にさ、牛乳っていうか、ケーキの中に入れるならさ、豆乳でもバレないっていうか、自分でも気づかないでいけるかなと思ったんでね。豆乳飲めるかな、豆乳どんぐらい使うのかな、どうやって作るの、測りまくってきてさ、今日ね、いろいろ分量を測りまくっていきたいと思います。まず何をしたらいいでしょうか。見るね。はい、そう、今日は斉田総さんサポートです。豆乳は豆乳、板チョコアイスも食べたの、あるよ、すごい、イエーイ。豆腐を裏ごしするんだって。ほう、これヘラ、ヘラ必要かな、ヘラあるよ、ヘラ、ヘラだ、ヘラ持ってき忘れちゃった。どんなもんかな今、裏返したらいいのかな、いい感じじゃない、いい感じ、耐え、こいつをここに、うん、して、これでやっていいの、だベラ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 。豆腐 150g をセータササポートまこです。なんか裏ごしするんだって。え、あ、水が一滴垂れた今。え、めっちゃ今水垂れた。はい、包丁に見えた一瞬。ペラペラマコ、ちょっと位置ずらす。よいしょ。まこちゃん食べる専門、今日だからまこちゃん作ります、作り方をやってもらって作ります。はい、作ります、いきます。裏ごしって難しくない？あ、潰れないっていうか出てこないっていうか、え、あ、お、あ、出た、裏ごし、こす、合ってる合ってる合ってるよね、うん、裏ごしってさ、いいんだよね。ちょっとコメント開いてなかった。それヘラでできるの、ヘラでやる、スプーンでやる、あ、スプーンか、大丈夫でしょうか。あ、でも出てる出てる、出ました、うん、出てます。え、難しいね、手つきが怖い。なんか私左利きだからさ、やっぱり左手の方が、あ、左手の方がやりやすい、うん、自分の料理するとき自分の利き手が分かんなくて辛いんだよ。絶対こっちの方がいけそう、スプーンの方がやりやすいかも。でかいヘラ、ありがとう、ヘラでかいね。わざわざヘラを持ってきたというのに、まあいいや、移し替えるときに使う。つまか開き、でもスプーンはね右なんだよね、なんででしょうか。今気づいた、まこ、そう、やっとその手が移った、やんだ、なんかザルの音がする、こせてきています。と思いきや、あ、ここについてるのを落とせばいいのね、こんな、はい、タソだって左利き、そう、そうだよ、タソも左利き、やりすぎじゃない、確かに、ね、あ、空中か、空中でザルの音、ザルザル笑った、ザルの音、ザルザルってめっちゃそのままじゃん。あ、でも潰せてきてるかもね。あ、
これで落とすのか。水切りできてるのかな、これできたよね。うん、そう信じます。怖い。ってことは足、しげちゃんも左利き、右利きです。家族はみんな、あの家族っていうか親、両親、全員右利きです。ザルの音、ザルの呼吸、裏ごし、はい、すごい、わ出てきてる。もう少しでね、お父さんの、ザルな料理、ザルな料理なの？え、タソさん橋以外右なんだっけ？え、橋以外左？だよん、まこと一緒の感じだよん。はい。これを落とす。お、え、なんかすごい。何かチーズみたいだねこれ。ね、すごい。美味しそう。すごいね、美味しそう。豆腐をこすとこうなるんだね。すごっ、大発見、人生の。もう終わったかな。あ、いけました、できた。ザルの音不快って人いるかな。それはごめんなさい、できました。これどうしたらいいのかな。裏ごしは右利き、右でやった。でザルは左で持ってる。素晴らしいよ。豆腐味ないよ、食べてみてください。味ないと思う、豆腐は。だから醤油とかかけて食べるんだよ。マジレス。だから泡立て器でクリーム状になるまで混ぜるの。ほうほう、これちょっとお願いします。こうなりました。すごいね、少ない、少なく感じるけど多い。張り付いた豆腐は、それは仕方ない、味しない。助手さんやたそう。クリーム状、クリーム状とは、顔映ってなかった。食べるな、少ないから食べない。いやスプーンにくっついて落ちなかったから。生クリームをイメージして、少なくない、多分ね容器がでかいのかも。少なくないよ、だって粉とか入れるもん、これから。粉っていうかおからパウダーです、私の好きな。たこられまこ、味見で全部なくなりそう。あ、でもこれちょっとちょっと柔らかくなってきた。もうすごい、ほらちょっとクリーム状になってきました。あ、ちょっと止め、疲れた手が。魔法の粉、そうだよ、魔法の粉、お母さんがクリーム状になった。それクリーム状じゃない、え、クリームかも、まだかな。いや、いけてんじゃん。たくさん混ぜた方が、でもまあいいか。豆腐ね、豆腐のなんか食感みたいなのをなくしたらいいんですかね。手疲れた、混ぜ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 、あ、15分経過しました。90日連続配信中、イエーイ。90日です、今日で、今日でなんと90日。あ、なんかいい感じ、なんかツヤツヤってきた。これはクリーム状ですかね。
これはクリームですか？はい、クリームです。90日おめでとう、ありがとう。パチ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 。おめでとう。もうちょっと、もうちょっと混ぜたらなんかなりますか？なんか豆腐料理職人の人とかいますか？クリームまこ、山宝三号さん、ハートありがとうございます。疲れた、手が。自分は老舗の豆腐屋です。マジですか？豆腐料理職人の方いらっしゃいますか？豆腐料理が好きな人。え、なんかでもめっちゃクリーミーになってきた。もういいんじゃない？あ、めっちゃいい感じ。いい感じ。おお、ラカント 30g だって。ラカント 30g、 砂糖ですね。砂糖 30g です。タケリアさん、尊いありがとうございます。ここちゃん、うま、ありがとう。やば、ラカントの匂い香ってる。やばい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 。今のサイタソさん、アネタソさんがね、めっちゃいい匂い。でも砂糖のいい匂い。 300g？ 何 g？ 30g でしょ。 30g？ 300g ってやばすぎでしょ。やばい、 300g は多すぎる。はい、あのお気に入りのですね、あの最近買ったタニタ食堂はかりを使います。イエーイ。ジェル表示30g よね。30g、 30g、 300じゃない。 300g。 30g。 あれ、あ、30.5、 OK。 はい、できました。できましたっていうか、で、混ぜ混ぜするって。混ぜ混ぜ、しっかり混ぜ混ぜする。しっかり混ぜる。え、めっちゃ砂糖が多いね、なんか。え、これは、ヘルシーな砂糖なので、あの、たくさん入れても多分、まあ、大丈夫じゃないけど大丈夫。だからメールにレシピもお願いね。いいよ、混ぜ混ぜしてって。生徒さん可愛いって。混ぜ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 します。混ぜるの得意。混ぜ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 。おいしそうな、なんか豆腐おいしそう、食べたい。なんかもう今おいしい、もうおいしいです。これまぜ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 。ガサ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 じゃない。混ざった混ざった。おからパウダー 10g。 おからパウダー 10g、 はい、測ります。 10g、 案外少ないね。美味しそう。 10g です。おからパウダーを 10g 入れます。私のなんか久しぶり、おからパウダー。10g って結構すぐなるよね。え、あ、よかった。まだ 6.5 だった、びっくりした。17とかになったビビった。危ない危ない。怖っ。いって 10g、 10g 入った。で、マコ3号さん、だるまありがとうございます。くしゃみしないでね。くしゃみしないよ。結構さ、すぐさ吸うよね、おからパウダーって。混ぜ混ぜだよね。うん、はい、混ぜ混ぜします。うん、混ざった。早い。マンホー3号さん、だるま100個ありがとうございます。ホワイトチョコ、本当だ、ホワイトチョコみたい。美味しそう。寒い寒いです、この部屋。
今子がさっき窓開けたし、え、でも20度ある。手先が冷たいだけだな。でも寒い。うん、まあまあって感じ。あ、え、美味しそうになってきた。だんだんおからパウダーってさ、すごい急にさポソポソにするよね。何でもポソポソにしてくるもん。セーターつけました。ついてません。え、ついた、ついてた今。ごめんなさい。こんな感じですか。したらどうなりますか。したら、はい、次は純ココア 20g。 純ココア 20g 入れます。こうなった。なんか生地っぽい、ポソポソになりました。ヒーターはうちのです。ヒーター、あ、セーターつけたかと思ったらヒーターつけたってコメント。あ、本当ヒーターつけましたってコメントだった。 20g だっけ、何 20g。 純ココアを 20g。 あ、これまた森永じゃなくてなんだっけ、富永さん。怖すぎ。今ね、今 10.5。 チョコ入れないからね、ここは。怖い怖い怖い。ポンポンポン。あ、 20g です。富永めっちゃいい匂い。ココア、ココア食べたい。初見の池崎さん、こんばんは。こんばんは、ルームフローよろしくお願いします。わ、すごいいっぱい。まぜまぜ、え、重くない？めっちゃ。でもココアパウダーって、うわ、めっちゃさ、やばい、粉舞うんだけど。え、大丈夫かな。え、怖っ。重くない？待ってないよ。でも待ってるよね、うん、え、え、ベラで混ぜるか。ベラで混ぜるか。ちょっと、あ、あ、あ。おからパウダーですごいポソポソになったんだね、きっと。ね。あ、でもいけそう。ね。ベラで。ベラで混ぜた方がいいかな。から。馴染ませてからもう一回ちょっと泡立て器とかやった方がいいのかな。うん、は。ボソボソ。ここはココアの主張が強いね。ココアの量が半端ないです。でもチョコ入れない代わりに大量にココアを入れるんですね。わあ、怖い。ヘラヘラして、ヘラ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 。怖いね。水分持ってかれて、そう、多分おからパウダーに水分持ってかれたんでやばいですね。ちょっと持ちてもらえ、はい、こんなになってる今。あ、でもいけそう。あ、いけそう。あ、おいしそう。でもこれ絶対、でも泡立て器で混ぜないとなんか混ざんないね。わあ、泡立て器で混ぜようかな。こうなった。ヘラマコ、はい、どうも。こわ、はい、お願いします。ヘラ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 するなって言った。うん、リップがついて味が分かんなかった。あ、やっぱダメかも。あ、どうだろう。あ、やっぱダメかもしんない。あ、いけるかもしんない。あ、斉藤さんも味見した今。うん、あー、あー、でもいけそうな気がする。
卵入れるから。あ、そうだ、卵入れるんだ。いつ入れるの？もう入れていい？次、うん、次、うん、混ざったかな。もう卵入れてよくない、うん、卵を割り入れます。意外と乱暴ですかねこれ。卵1個入れます。成功してほしい。怖っ。卵、うん、おいしい。 ありがとう。はい、卵、あ、卵入ってからもういけるね。卵じゃなくていいんだよね。怖いね。あ、いけそうな気する。なんか見た目が、見た目がよろしくないけど大丈夫。なんか分離してる感がある。あ、でもいけそう。そのうち結構いろんなもの入れるのね。そうだね、いろんなもの入ってるね。豆腐、砂糖、粉、卵。そういえば豆乳も入れてない。まだ最後、最後なんだ。わっ、あ、生地っぽくなってきた。美味しそう、美味しそうです。なんかこれはね、あれ、オーブンじゃなくてレンジでできるんだって。だからやりました。売れ疲れた。お湯を重ねと。あ、チョコペン？な、そう、チョコペンやないよ。チョコペンでもいや、あ、そっか。え、でさ、優先しない。まあ、まだ大丈夫かな。愛情も入ってる。愛情パワー。愛情。レンジ OK なの。そうなんですよ。なんか手についちゃった。爆発？爆発はもうしません。爆発はさせない予定。はい、豆乳ね、 15cc か。 15cc 全然2パックいらなそうな感じだね。あ、 20cc。 あ、 20cc。 あ、なんか美味しそうだったな。ほら、美味しそう、美味しそうな生地。はっ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 、混ざった。これ20ってむずくない？なんで？あれ、あ、50だ。ああ、え、どう、あれ、小さじとか結構少ないんだね。 20cc って 20g か。あ、そう。え、ちょっとググ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 。今の顔がちょっと。じゃあその間に、よしさん、ハートたくさんありがとうございます。今日なんか前髪おかしくなことになってる。まあいいや。山穂さん、号さん、三色団子ありがとうございます。ぐっちゃん、馬ありがとうございます。ガンズンさん、バラありがとうございます。めっちゃココアのいい匂いするんだけど。 20cc20g。 山穂さん、号さん、クマありがとうございます。 20g、 うん、ありがとう。20cc は 20g だったらしい。あ、 20g イコール 20cc で測れる。やったね、ありがとう。嬉しい、嬉しい。やった。じゃあ 20g どうしよう。あ、怖いからこれで測ろうと。はい、念願のやつです。測り大活躍。ほんと測りであれば何でもできますね。これどうしよう。ストローでブシューってさ、出せばいいのかな。うん、あ、タパって開ける。いや、うん、はかりを買ったことによって、おつまこの料理の幅が広がる、うん、そう。あ、天才だね。あ、怖い怖い。多分ね、そういう理論のやつやる、うん、これでもできんのかな。あ、できるっちゃできるけど、できないっちゃできない。これはできている系。あ、19点。はい、あ、20.5。 10.5 はまあ大丈夫だよね。豆乳飲もうと、ね、豆乳飲んでみたい。うん、飲んでみます。豆乳多分好きじゃないんだけど。
か飲めるかも。ん？飲める。え？え、飲めるんだけど。ん？あ、これ調整豆乳か、だから飲めるのかも。前無調整豆乳をこれと違うブランドじゃなくて違う会社のやつを飲んだら、うん、家にあるのって無調整だよね。無調整なんだ。美味しくなかった無調整は。でも調整は美味しいんだね。豆乳を、あ、みんながやりたかったやついきます。また一つ克服ね。無調整、調整豆乳克服しました。俺は無調整派です。多分無調整は美味しくないのかもしれないんだけど、今度挑戦します。そう、つまこさんなんとですね、キムチも食べれるようになりました。何でも食べれるようになってよ。もうではみんながお待ちかねの豆乳を、豆乳、あー、はい、豆乳が投入されました。混ぜます。なんかさ、よくさ料理人の人ってこういう中央から混ぜてない？こう、こうです。あ、美味しそう。もったいなくね。ね、もったいない、そのね。わあわあわあ。入んない。入んない。あ、そこにくっつけて。OK。ダジャレ言った？そう、みんなが好きなやつだよ、これ。山岡さんがしょうもないこと言ってる。みんながすごい言うんだもん。豆乳をね、口に出すとね、みんなね、豆乳豆乳ってすぐ言うからね。豆乳豆乳しました。あー、え、おいしそう。おいしそうな生地になっております。とてもおいしそう。なんか器にこびりついてる。疲れた。うん、めっちゃおいしそう。なんか結構な量ができたね、これ。しかもさやとささんもルーム開いて配信しませんか？しません、今日は。ちょっとさやとささんは授業をパソコンで受けるらしい。もういいかな。なんかでもこびりついてるやつって混ざってないのかな。ね、混ざってきた。美味しそう。パソはアシスタントです。そうです。サトサさんはリモートなんとかになります。リモートなんだっけ。リモートワークじゃなくて、なんて言うんだっけ、テレワークだ。なんでリモートって言ったんだっけ。リモートじゃなくてテレワークだ。アシスタソ？うん、完成した。うん、完成。早いね、焼けてからでいいのに。何分もそれ待つやつなの？でもそれさ、3分で焼けるんだよ。早っ。早いね。これヘラで入れた方がいいか。生地が完成しました。多分これで完成だよね。はい、どうも。ヘラでピリピリって取って、はい、ちょっとヘラで器についてるやつを取って、しっかり混ぜていきます。ね、もう美味しそうね、それね。もう美味しそう。ラーメンマンさん、ハートありがとうございます。ヘラでヘラ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 しながら混ぜます。で、ヘラヘラした態度で料理はしてはしていいのかな。ヘラヘラした態度で料理はしてはいけません。はい、美味しそう。美味しそう。これをですね、容器に入れていきます。これって剥がれるのかな。これ焼いた後ベリって剥がせばいいのかな。とか、これレンジ大丈夫ですよね。本当に大丈夫だよね。心配。
心配で仕方がないわ。すげー、美味しそう。紙まこ、それは大丈夫。なんかでも200度耐久みたいな、なんだ書いてあったから大丈夫。いきまーす。何も映ってないけど、まあよいしょ。え、クッキングシートいるの？そのまま入れたらやばい。でもこれベリって剥がせるやつじゃない？え、いや焼き上げて、え、どうなんだろう。これお皿に移したいんですよね。でもさ、大丈夫だよね。だって焼いて、これだってよくみんなこうやってベリってってさ取るよね。大丈夫だよね。シート大丈夫？え、クッキングシートいらないよね。だって金属の、あるある、金属の型じゃないからいいよね、うん、シート引いた方がいいの？そのまま切るやつ、これベリって剥がして開けられるやつよね。うん、剥がせる剥がせる。どうなんだろう、見た目は悪くなるかな、剥がれにくいかな。でもね、え、バター塗るのこれに。え、でも染み込んでるから、染み込むバター。え、じゃあクッキングシート引けば、引こっかな。あ、でも、ね、レンジで、あ、できるか、できるわ、できるよね。クッキングシート引きたいと思います。怖いんで、なんかおしゃれにできなかったら悲しいから。確かに。じゃあクッキングシート引きます。よかった、まだ入れてなくて。ハサミとクッキングシートください。いや、調整等に美味しい。クッキングシート稲妻起きないから大丈夫、大丈夫、よかった。開いちゃい、引いちゃい、開いちゃいじゃない、引いちゃい。慎重に行くの。味見っていいの？マユ豆乳美味しい。これ味見じゃなくて余ったやつです。ありがとうございます。え、どうやって仕込む？丸いだよね、丸だから。どうしよう、え、これでいいの？これでいいの？なバッシーみたいな感じでいいの？ガサ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 。ASMR。ASMR っすね。ガサ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 。切り込み入れた方がいいの？わかんない。そうだよね、電子レンジするからね、あれだよね。案外できた。どう？需要のない ASMR。ひどい。綺麗今こう。よろしいのでは？ね、いい感じに丸くなりました。はい。どうでしょうか。思ったよりは綺麗。折り目がついちゃう？確かに。折り目つくかな。つかない。まあ、ついても大丈夫だよね。側面だ。うん、側面だから OK。断面大事。はい。では生地をようやっと流したいと思います。小鉢、小鉢です。慎重タイム。え、大丈夫かよね。うん、大丈夫、いきます。はい、おいしそう。つらんですね。つらないんで顔にします。わ、おいしそう。美味しそう。わあ。美味しそう、まこ。美味しいかもこれは。
私はあのボールについた生地を絶対に全部入れる人間。ヘラにいっぱい生地ついてる。どうやって落とせばいいんだろう、こういうの。スプーン持ってくる。あ、スプーンか。こだわり箱、根こそぎ箱。あ、ほい。むずい。難しい。やるね。はい。スムーズ。そぎ落としました。できた。バカ野郎。スプーンにめっちゃついちゃった。え、味見？うん。多分美味しいと思います。あんまり少ない。あ、お伸びた伸びた。目壊れそう。壊れない。できました。これを600ワットで3分。600ワットで3分らしいです。はい、慣れました。きっとこんな感じにできましたので。美味しそう。焼きます。レンジでよろしくお願いします。600ワットないんだ。650ワットなんだよね。3分650ワットで2分半でいいかな。500ワットで4分やれば。あ、そうしよう。うん、500ワットで4分ぐらいやりたいと思います。うん、お願いします。500ワットで4分お願いします。はい。何、ココちゃんのトントンタイムをリスペクトも。トントンタイムなんてあるんですか、ココちゃんは。お願いします。お願いいたします。はい、もう焼き作業に入りました。素晴らしい。配信始めてもう多分45分なんですけど、仕上げはお姉ちゃん。そうです、今日はママじゃなくてタソさん。そう、ママじゃなくてタソさんがアシスタントでございます。今来た材料教えて。豆腐、ラカントかっこ砂糖、おからパウダー、豆乳かっこ牛乳、卵1個とかです。調整豆乳って意外と美味しいんだね。スーパーおつもこタイムで対抗。うん、ふん、ね、レンジでねできるって強いね。富永、無調整はやばい。無調整さ、前ね一回飲めるんじゃないと思って無調整を飲んだら死んだ。そこで無理だった。ピアココナー、ピアココアだよ。ココちゃんはピアなのかな。でもさ、無調整の豆乳でもココアパウダー入れたら美味しそうね。豆乳アイス食べたことない。あるかも。あ、そう、今日はねあれ食べた、モナカ食べた。チョコモナカ、ジャンボじゃないんですけど、素直っていうなんかいい感じのアイスなんですけど、チョコモナカ食べたよ。みんながたくさんいつもギフトでモテをモナオをくれるから、モナオをくれるから、モナオの代わりに好きなチョコモナカを食べました。うん、ふん、
美味しい。板チョコ入ってるやつ。そう、板チョコみたいなパキッてしたチョコが入ってるやつです。ココアの匂い。これ絶対美味しいよ。生焼けは危ない。まくおからパウダーだから大丈夫。小麦粉だったら絶対舐めない。まあ少しぐらいなら多分大丈夫だと思うんですけど、うん、あとサイトソが実家から持ってきた、うん、消費量半端ないから残りも持ってきましたっていう。おからパウダーに対する信頼。だっておからパウダーってヨーグルトとかにかけていいやつだから、だから生で食べても大丈夫なんだよ。サンクスされた。そうそう、うちの家にもあるんですけどすぐおから蒸しパン作るからね。本当におから蒸しパンラブなので、うん、おからだしね。そう、おから神か。ぶっちゃん、うま、ありがとうございます。読んでないギフトあるかもしれないので読みます。ガンズーさん、花束かわいい、ありがとうございます。ヤマホサンゴさん、チューリップありがとうございます。ラーメンマンさん、ハートありがとうございます。ガンズーさん、小判音符ありがとうございます。ありがとう。ヨシさん、ハートありがとうございます。ヤマホサンゴさん、三色団子ありがとうございます。ガンズーさん、バラハートたくさんありがとうございます。やば、セーターに、え、待って、セーターについてた、泣いた。ついてた。うん、取れた取れた、大丈夫っす。マンホーさん、ごさん、だるまたくさんありがとうございます。パンパクパーティーさん、三色団子、え、どうしたの。うん、え、水っぽいんだ。見せて。水っぽい。おお。あ、これはまだでしょ。ね、まだだよね。生だよね。うん、なんか焼き芋。650でやってみる。ね、650で1分やってみます。1分とか30秒か1分か。500じゃやっぱ弱いのか。うん、まだっぽいです。全然べちゃべちゃなので。はい、お願いします。私の膝が映ったタイプ。ねね、惜しいです。まだもう少しです。冷蔵庫と冷やすとあれじゃない。まだ全然べっちゃべちゃでした。温度上げるとやばない。600ワットなんですよ本当は。でも650しかないから、キングシートの分熱が弱いのかなね、もしかして。まあ焼かないからあれですけど。焦がさないに、焦げはしないと思う、レンジだから。あんまり稲妻来るか。稲妻来たら本当困るよ。のさ、あの電子レンジの稲妻事件を起こしてから、私ずっとねレンジをね見張るようになっちゃった、ね、レンジの前でずっと立ってる怖いから。今日そういえばオートミールっていうものをね初めて食べたんですけど、あのね美味しかった。なんかおじやレンジを見張るしか、見張る、こっちか、こっち取っちゃったら意味ないよね。こっちだよね、流行りの音。そうそう、流行ってて全然売り切れまくりなんですよね。やっと売ってました。レンジを見張りたい。おじやみたいで美味しかった。そう、キムチが食べられるようになったから本当にねもうね美味しかった。ほっ、あ、これはありがとうございます。え、できたくない？ちょっとこのガトーショコラのさ、ひびみたいな、美味しそう。いけてる？熱取ればいけるかな？
こうなってるからいけてる。薄っぺら、薄っぺらいね。思ったより膨らまなかったけど、この端がね、抜ける抜ける抜ける、この伝わんないわ。ほら取れる、取れるんですけど。生かな、生なのかな。いや、あでも火取ってる。ほら、あ出してみる。ここからお皿出す、お皿に出しましょう。はい、いけそうな感じする。おお焼けてる多分。すんごい薄いけど、アシスタント大活躍。そう、アシスタント様のおかげでございます。はい、お皿にちょっと乗せてみましょう。いきます。おお、湯気出てる。ガシッ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 。こうやってさ行くかと思った。こうやってさガトーショコラです。赤味噌、用事で中見て。でもさ、別に薄力粉入ってないから生でも、うん、生でもね。え、だから絶対生じゃない。この、この横見て、絶対生じゃない。あ、指出た。絶対生じゃないと思います。ほら焼けてる。めっちゃ薄っぺらいけど、どうすればいい。チョコペンってさやがか、あ、タサが考えてるのはどういう風に。もこ書いていいんじゃない。え、絶対もこ下手なんだけど、どうしよう。ね、袋、袋っていうか、これから出したらいい？ね、いける？フライパンいらんと思う。そういうこと、キッチンペーパーから離す作戦をします。あ、面白いね。一旦こうして、えはっ、救出作戦。え、これってさ、どっちが表の方が可愛いんだろうね。逆だよね。こっちが表って可愛いのかな。ちょっとなんかあんま可愛くないね。え、可愛い？切ったら可愛いか。これどっちが表の方が可愛いんでしょうかね。いい匂い。ワニの絵？綺麗に剥がせました。綺麗な赤味噌、確かに赤味噌、赤味噌の完成か。でも切ったら可愛いよね。インスタグラマー参考にする。美味しそう。赤味噌の完成もこう、どっちが、これ多分裏だと思うんですけど、裏綺麗だね。でもね、裏が表でもいいのかね。ガトーショコラっぽくないのかな。素手で裏返しちゃった。こっちが表どうですかね。お皿に水ついてたのかな。あ、これ表に返しました。こっちの方がガトーショコラっぽいね。やっぱこっち表にします。裏、裏の方がツルツルで綺麗だね。確かに、なんかお皿裏だな。もん、裏がいい、裏がいい。みんな裏派だね。どっち派？インスタグラマー的には。え、さやこっち派。じゃあこっち派で。さやなんか無視してる人みたいじゃん。ね。みんなの意見が、まあ、OK です。他何かいるの？いちごがあります。本当はね、もうちょっと前に作るつもりだったんですけど、作るのを先延ばしにしまくってて、いちごがね危ういんですよ。いちごの、いちごはね4個ぐらい飾りのために残しといたので。え、てか切ろう。え、切んないと怖くないよね。それは切りましょう。こいちごです。危な、愛知の秋姫。大丈夫かな。なんか見た目がちっちゃくて可愛いいちごをかき集だけを残して、え、大丈夫かな。え、腐りかけなんですけど、いちご。え、大丈夫。いちご可愛い。あ、これ大丈夫。これめっちゃ生きてる。怖い、包丁。
あ、待って包丁。え、でもこれだけ切った方が可愛いよね。うん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 。じゃあそうします。切る？はい、生徒さんに切ってもらいました。切ってくる。あ、お願いします。ここでいいでしょ。机の上で切って、机で切って、空中で切んないで。足怖い、足怖い。足しまって、足しまう。今あれ、静電気きた。ちょっと落としたら怖いんで抜けておきます。まず立て。え、あれはここだけこう切って取り出すみたいな。それあり、それありね、ありよね。おお、柔らかいですね。柔らかいね、いい感じ。おあ、でもついてないから多分ちゃんと焼けてる中まで。待って待って、もうちょっといける。うん、もうちょっといける。あ、そんぐらいで。はい、そう。何度だろう。何度？何度？あの30度とか90度とか。ああ、そういう角度。そっちの角度ね。あ、それは切りすぎだね。45度。あ、45度よりいいか。60度。5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 0度。あ、そうそうそう。50度で。50度よろしくお願いします。おお、ああ、いい感じですね。上手です。これをどう乗せましょうか。こう。これ多分手でやったね。これを、あ、これを一つ取りますね。いきます。おお、いい感じ。あ、待って、真ん中が怖い。はい、行きました。はい、行きました。え、おからむしパンじゃないこれ。え、はい。めっちゃうまそう。薄っぺろ。薄っぺろ。これ絶対でかすぎてんね、型。ね、型でかすぎたのかもしれない。まあでも、あ、でも、あ、薄、え、薄。うっすい。薄っぺら。あ、でも大丈夫そうに見えるかも。はい、多分大丈夫です。はい、これをどうおしゃれにしていきましょう。いちごをね、添えて、いちごを添えて。ね、粉糖ないの。そんな足りないよね。必要体最低限のもので生きてるのでありません。ヨーグルトかける。ペラマコ、ペラマコです。実食。あの、これは映えですか。あの、コロコロなんですけど、これ2枚重ねて1枚をさ偽装してみるとかどうですね。偽装しない。何？2枚重ねんの。めっちゃ頭いい。頭いい。理想箱をしたいと思います。今からえ全く同じサイズに切んないといけないのか。あ、一切り切って乗せて切ったらいいのか。え、でもさ、別に下の段だったらちょっとちっちゃくてもバレなくない。確かに、いい感じですね。これは30度じゃん。これは90度じゃん。あ、これはこれでちょっとやっといて、あの、もう一個偽装ケーキ作りたいと思う。いちご悲しくする。好きあらばが効きそう。おお、いい感じ。これをなんかこれと、もうこれでいいかな。あ、ミニオン。あ、ちょっとホットケーキ状態になりました。あー、ちょっとこれ偽装できなかったですね。どっちがおしゃれに作れるか勝負しよう。え、いいよ。めっちゃくない？おしゃれに盛り付けできるか勝負で、ね、平たいお皿が。平たいお皿持ってくるわ。いい感じ。じゃあ、え、平たいお皿ないんだけど。あ、まな板に置く？そいつまな、あー、あ、あ、待って。こなんかさ、これでもうなんか表持ってて偽装できなさそうなんで、じゃ偽装しようとしてるこの人。3段偽装ガチ勢なんで。いやいや、2段、うん、なんかね、ピラってなってるから。ちょっとどうしよう。怖いね、怖いね。で、ちょっとくっつけて、え、ちゃんと偽装。あ、これはうまく偽装できた。あ、偽装完成です。
偽装がとうまく偽装できました。はい、あめっちゃもう1枚ですね。1枚のガトーショコラが完成しました。くっついてほしいんですが、くっついてください。あ偽装できた。でこれ使うのさずるい。許す許された。サイタソセージ、あちょっとじゃあテロップ変えますね。ガトーショコラ対決、上手偽装ショコラ、そう偽装ショコラ。いやつまこさんセンスないからそんなあのできなさそうなんだけど、インスタグラマーと対決とか難しい。そういう手、そういう手なんですか。あ、サヤタソ選手はこういうお皿を使いたいと思います。そしてこのおしゃれさすごいです。ここからは偽装選手権投票しようず、あ、いいですね。よしさん、三色団子ありがとうございます。どうやって偽装、あ、偽装はできたんですけど、どうやって綺麗に飾ろう。あ、これでもういいんじゃない。あ、動いちゃった。こうで、どうしよう。なんか、うん、おしゃんな人っぽいよ。うん、ガトーショコラ二段偽装、こういう感じでこちらいちごをきれいに置きまして、はいはいはい、だこっち側の断面よりこっち側の断面の方が偽装されやすくて、こっち側から写真を撮るってこうやって考えて、難しい、意味わかんない。難しいよね。難しい、やっぱ平たいお皿か。平田さん選手、いちご切ってハートの形にする、こんな感じ。ここからどうからし、どうしたらいいんだろう。奮闘ないってさ、罪だよね。罪。おからパウダーでもかけとけ。あ、あり。まずそうです。うん。どうしようかな。どうやったら映えるんだろう。いちご半分にしたらショコラになる。ショコラに乗せる、いちごを半分にして。乗せた方がいいのかな、乗せない方がいいのかな。あ、でもさ、文字書くじゃん。うん、文字どこに書くの、お皿に書く。うん、こうやって。え、最後じゃあそしたらこっちにしようかな。ね、そうだよね。ちょっとティッシュでちょっとお皿きれいにして、もうこれでいきます。ここにお皿に文字を書きたいと思います。うわ、チョコあったかいかな。うん、溶けてるよ、ちゃんと。さやたささんがなんとですね、こういうチョコを用意してくれたので、ハサミで切り、あ、ハサミいらないんだこれ。え、手で切るって書いてあった。現代の進化を感じた。いきま、どうやって書こう。90日おめまこ、おつまこをよろしく。90日って書けば、じゃあ書きます。これやばいです。ティッシュ使えなかった。いきます。試し書きする。ありがとう。試し書き知ってる。あ、出た出た。あ、いけるいける。あ、いけるいける。あ、いけるいける。じゃあ、いきます。はい。ちょっと真剣なんです、今。チョコペンで文字を。は。難しい、これ。あ、
かしい。これ日本語書くもんじゃないな、チョコペンで。チョコペンってさ、ハッピーバースデーとかならいいと思うんだけど、おおおってさ、おって、あ、うまい、生きてる生きてる。おめ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 まここいおめま、あ、いけそう。おめまこ、ちょっと今とりあえずこんなです。90日おめまこ意外とうまいです。あ、待って、待って待って、いちご後でつけよう。いちごが転がってチョコに乗ったけど、なんか無事です、無事です、無事です。危ない危ない危ない、おめまこ、アットつまこってなんかアットホームカフェみたいな、うまいかもしれない。アットおー、てかピンクかわいいな。おつこれ、おつまことか言ってる時点でおしゃれじゃないな。ハートとか、あ、ピンク、ありがとう、チョコありがとう。あ、今真剣すぎてちょっと無言になっちゃってごめんなさい。わ、かわいい、ピンクってかわいい。どうなんだろうこれ、めっちゃサヤトソウおしゃんって感じですね。今ね文字はこんな感じでございます。はい、多分私これ完成になっちゃうかも。おつまこって最後書いていいの、いいんじゃないの。90 days おめまこ、うん、あ、90 days 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 デイズっていうおしゃれな言葉がありました。あ、デイズか。え、チョコついてる。チョコ、いちごチョコだ。すごい。デイズか。ヨーグルトって乗せたらどんななんだろう。他のお皿に乗せてみよう。あ、スプーンなかったかも。あ、なかった。持ってきます。はい、さすが大学生ですね。さすが JD タソも面白い。白い壁来た、白い壁です。白い光の中に、よいしょ、ちょっとこれおめまこって入んなくね。サンキューって書いてくる。サンキュー、あ、いいと思います。よいしょ、グラタンみたいなお皿に、あのカスピ海ヨーグルトはどれぐらい生クリームっぽいかが確認してから使いたいと思います。英語をなんとなく使う生徒さんね、偉い、すごいね。いや、かっこいいです。もう投票しなくてもいいよ。投票しなくても生徒さんの方がおしゃれっていうのは分かってます。気持ちはこもってるんで。ヨーグルトをあのヨーグルトをあの生クリームの代わりにします。あ、これあんまネバネバじゃない方かも。あ、あ、いけるかも。
これどう見てもヨーグルトだな。これは生クリームに見えるでしょうか、果たして。あ、生クリームかもしれない。これは生クリームかもしれないので、ヨーグルトを生クリームに見立てて使いたいと思います。はい、あのちょっと液体っぽいヨーグルトに最近変えたの。うん、大丈夫。多分なんか水分めっちゃ多い部分みたいに使って、こういい感じにこう乗せて、どうしよう、ガトーショコラ横に横にこう添えるようで、ちょっと、はい、あ、これは生クリームだと思いますね。ヨーグルトって生クリームだったんだな。そして、あ、これおしゃれかもしれないです。いい感じ。ちょっと見てください。ちょっとこれ多分動かしたらあのクリームがあれになっちゃう。え、これ買った？猫の顔描いた。めっちゃ圧勝じゃん。やっぱり。はい、え、でも気持ちめっちゃ、え、一段に見える。すごい。実はこれ2枚理想ガトーショコラうまくいきました。え、ガトーショコラけど、はい、ちょ食べるね。じゃあ、あ、やっぱいいや。できました。映える、映えるね。これむずくないの、せんの。え、なんか絶対物の上に乗せたらうまくいかなそう。あー、でも行くんだな。いい感じ。ああ、やばいやばい、やらかし、あ、やらかし、あ、やらかし、やらかし、あ、やらかし、いけたいけた、あ、いけたいけた、耐えた耐えた、はい、耐えました。はい、モバベに写真撮っておきましょう。斉藤さんのスマホで撮りますね。はい、はい、どうも。写真撮っておきますんで。あとカメラ。特技偽装高速みたい。いや、写真の撮り方はちょっと許してね。私写真撮るのちょっと下手だから。あ、え、ちゃんとね、2段のものに見える。はい、撮れました。あ、うん、はい、できました。これ、 なんか時間が経つとヨーグルト下手ってきちゃう。ちゃんと偽装できてる。ちょっとヨーグルト食べようと。あ、もうチョコ固まってるんだ。すごい映えてる、素晴らしい。タソのも撮った。タソはタソさんが撮ります。あつまこ、ええやん、やってね。うん、見せる。サイトソさんの作ったね、ガトーショコラをですね、盛り付けしたガトーショコラをですね、あ、反対だ。え、ハートっていう演出、これ、こんな感じ。ゼロをハートにしてるっていうのがとてもポイントが高いでございます。で、これがおつまこさんです。あ、これはアルコールティッシュだから、ちょっと、これはこんな感じか。これがおつまこさんの偽装、これが斉田さんの偽装です。はい、二切れにしてるっていうポイントの高さ。これは2段にしてちょっと分厚いガトーショコラに偽装しているポイントの高さ。はい、そんな感じです。そんな感じです。はい、よいしょ。そんなこんなで、ガトーショコラの盛り付け対決がね、なんていうの、完成したので、皆さん
どっちが勝ちでしょうか。投票をしたいと思います。すごい。写真撮りたい、うん、シンプルおつまこのが好き。マコピーの素朴でよき。おつまこ推しなのでおつまこの歌詞だそういうの。初の投票機能。え、私投票やったことなかったの。ではじゃあ投票していきたいと思います。山穂さんごさんくまありがとうございます。投票します。じゃあ1がおつまこ、2がさやたそう、どっちのガトーショコラの方が映えてるかです。投票開始。バイバイ。どっちがおしゃれですか。忖度なし。これはまじ忖度なし。お、1が来た。あ、2が来た。あ、2が来てる。1が来てる。お、1と2の投げ合戦ですね。おお、これは僅差なのかな。ザ、おお、すごいすごい。おお、急げ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 。真面目に答えます。もういいですか。いい勝負いい勝負。おお、すごいすごいすごい。いい勝負ですね。いい勝負か。お、いい勝負ですね。はい、いい勝負。僅差すごい。1と2が割れてる。割れてるよ。2多いな。ちょっと2多くない。え、2多いな。あ、1来たな。圧倒的に今ね、両サイドからこう来てる。黄色と青が。はい、じゃあ終わりたいと思います。いきます。5、4、3、2、1、0。投票終了。あ、2が多い。2が 58.2、1が 41.8 ということで、さやたそうさんの勝ち。さやたそうさんが勝ちました。接戦です。僅差ではなかった。え、僅差じゃないですか。9%差。あ、違うな。10、10、17%差。接戦でした。さやたそうさんのジャージ映った。今さやたそうさん映った。映った。はい、アシスタントが勝つ。アシスタントさん勝っちゃったよ。タッサンの映えてました。やっぱ映えてましたね。チャイタスジャージがやば。接戦かな。ウィナーはサヤタソさんでした。タソのお箸ジャージ。マコのお箸ジャージはココちゃんが持ってる。じゃあ食べようか。そろそろ。いちご2個乗せた方がポイント高かったかな。そんなことはなかったか。はい、大学生すがむ子インスタグラマーはさすがでございます。はい、さやたそうはね、素晴らしい。はい、こんな感じで視聴者プレゼントはしないんですけど。あ、写真撮る。かかっちゃったヨーグルト。ヨーグルトが文字にかかった。積んだ。大丈夫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 でした。え、なんかめっちゃビール。視聴者プレゼントないよないよ。切り替えていこう。一口で大まこ。はい、なんか携帯重くてさ、携帯落ちる、うん、あれ。バイテル？バイテリー？はい、いい感じ。タッサン撮影のやつもメールでお持ちしてます。メールで後で送りますね、写真撮ったやつ。あ、そう、21になっちゃった。ふん。バイテル？なんか下見えちゃった。あ、猫が見えちゃった。いや、いや、見えるんだ。はい、はい、ありがとうございます。多層カメラマン、カメラマン多層では。あ、やば、豆乳倒れてた。それではあのヘルシーなですね、豆腐ガトーショコラが完成しましたので食べたいと思います。食べ、あの、うん、あ、ありがとう。スプーンで食べます。ちょっとヨーグルトがある。はい、だいぶ元気あるの。シャミ会を放送中に。それでは
いただきたいと思います。これいきます。美味しそう。これ実は二段重ねなんだよね。普通ケーキってフォークか。スプーンで取っちゃった。あ、偽装がバレた。あ、ヨーグルトにつけちゃった。まあいいや。はい、いただきます。うんうんうん。誕生日じゃなくて90日記念です。そうです。うんうんうんね、めっちゃ美味しい。いや美味しい、美味しくできました。ヨーグルトめっちゃかかってるけど、いちごいただきます。ヘタがなんか、ヘタの根元みたいなのが取れない。まあいいや。はい、ちょっとチョコついちゃったんだけどね。うん、うんふん、うんふん。ヨーグルトとさ、ガトーショコラって合うのかね。うんふん。薬日歯医者相当すごいもの作るんだろうな。市販のケーキ食べたいと思います。いい感じです。やったね。ヨーグルトとガトーショコラって合うのかな。うんふん、うんふん。美味しいけど別々がいいな。うん、ちょっとヨーグルトより生クリームだったらね、多分良かったと思うんだけど、生クリームはねないのでヨーグルトでございます。うん、そうか、ヨーグルト不使用で、これ生クリームなんで。そうです、生クリームで。あ、そうそう、ヨーグルトじゃない、これ生クリームって偽装してたんだと。チョコめっちゃ美味しい、ここの。え、絶対美味しいよね。こういうさ、文字のチョコって、チョコペンって美味しいよね。なんか本当ならチョコペンを舐めたいぐらいにチョコペン大好きなんだけど、溶けたチョコって美味しいよね。絶対美味しい。うんふん、うんふん。酸味のある生クリーム、そう、酸味のある生クリーム美味しいです。美味しいでございます。ヨーグルト排除しとこ。一緒食べます。うんふん。多層姉ちゃんいるの？います。うん、これこれこれがね、このアバターがね、札束持ってるウニ。やった、アイスに生チョコかけると最高。美味しそう。うんふん、うんふん。うん、生クリームとガトーショコラってよくあって美味しい。本当はヨーグルトだけど、このアバター、そうそう、純喜さんと枝豆ちゃんが使ってますね。ウニが札束持ってる、これはお姉ちゃんが作ったやつ。初めて見たアバター。悪いウニ、悪いウニでしょ。画伯の絵画伯の絵。いやー、美味しい、美味しいね。これ絶対、あの、私ね、チョコかけよう。ね、チョコソース付きだから、ハートを黒いさ、ケーキにつけたら絶対可愛いよね、ピンクの。あ、違う、結構固まってきてるね。あったかいのにチョコもう固まってる。チョコペンを、トシさん、これもあったって。ほんとだ、それもサイトスさんのアバター。トソさん配布会、まだトソさん配布できんのかな。できないのかな。なんか昔のカウントだからね、なくなっちゃった。なくなっちゃったらしいです、そのアバター。もうね、ね、出てこないになっちゃった。もうダメだ。トソのアシスタント、こちらも頼めますか。頼めません。そちらの方たちは頼めませんです。はい、美味しいでございます。うん、そう、そのウニヤバも可愛い。
ギフトありがとう、たくさん。ゲンチェさん、うま、ありがとうございまこ。三色団子もありがとう。トシさんも、うま、ありがとうございまこ。レアーバ、これは、おいしいガトーショコラ。うん、うん、うん、あるある。結構なんかココアオカラムシパンみたいな味だね。うん、ココアオカラムシパンの濃厚版って感じがする。めっちゃ美味しい。濃厚ってかポソポソしてない版ね。めっちゃ美味しい。ね、夜ご飯はガトーショコラ。そうだよ、夜ご飯。夜ご飯だね。めっちゃカロリー低いね。ね、超カロリー低いですね。265だって。やばー、うん、ホールででしょ、うん、ホールで260ってすごい低カロリーだね。天才。これかん、こういうの考えられる人って本当にすごいよね。うん、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 気づけばもう7時半。え、もうそんな時間なの。1時間半もやってた。まさかのスイーツご飯。そうですね。あ、でもあれもある。まこが作ったね、ほうれん草とメスのナムルもあります。美味しいです。これ2段実は。面白い、美味しかった。うん、ふんではね、後で配信終わってからゆっくりたくさん食べたいと思いますので。あ、スケッチブックが。お願いします。そこのペンとかの、ありがとう。あ、ペンも取ってくれる、ありがとう。一皿5000円で出せるフレンチ料理。もぐもぐまでがつまくそう。はい、じゃあ今日の1位の方にもね、絵を描きたいと思います。まだ描いてなかった。描いてあるよ、いろいろ。レイクさん、ヨシさん、かわいい、ありがとうございます。1位さん、さっきのチョコペンで描いたら、あ、あんまないんですよね、チョコペンが。もう、はい、絵を描きます。今日の絵はね、ガトーショコラ、おしゃれなガトーショコラの絵。やったね。ごめん。おしゃれなガトーショコラを今描いています。お皿がうまく表現できなかった。やったね。お絵かきタイム。雷ゴロゴロ言ってる。え、雨降ってるの。ガトーショコラをさ、こう立体的にこうリアルに描くってちょっと難しいね。こんな感じか。ちょっと絵失敗したのでもう一回描くね。こんな感じ。ちょっと2皿かけた。色鉛筆取ってもらっていい？そこの下の。ありがとう。そう、今雨だ。そうなんだ。ちょっと失敗しちゃった絵。うん。千葉。千葉は雨なんだ。大変。タソノとオツノ、どっちもオツノ。そう、勝負オツマコさんが負けました。オツマコの負けです。なんと悲しい。こんな感じ。
どっちも打つの。敗北も書いておくね。敗北、敗北したっていうのもね書いときますね。じゃあよしさん、だるま100個は100個じゃないか、これ100個なのかな、たくさんありがとうございます。多分100個、ありがとう。かわいい。じゃあまこ、偽装も書いとく。偽装は、じゃあ偽装ね。じゃあ偽装は、ものすごく薄っぺらいガトーショコラ多数、すごい薄っぺらいのは、これ書くの難しい、意味がわからない絵が描けましたちょっと意味わかんない、意味わかんない絵描けちゃったけど大丈夫かな。僅差の敗北だった。惜しかったまこ、惜しまこ、惜しかったまこ、惜しいまこ。うっすーの瞬間笑った本当に薄かったよね。あ、有能な計りさんもじゃあ描いときます。有能なね、計りの絵も描いときますね。じゃああれは僅差なのか。そうだよ、僅差だよ、僅差だったでしょ。はい、パーセンテージもか、パーセンテージ今日も絵日記ですね。そう、はい、カチってさ、こっちか、カチ。大橋真子15の絵日記、絵日記を書いています。書き終わりまこ、もうすぐ書き終わりまこです。はかりってどうやって書くんだろう。こうか、こうで、こうで、はかりゲット。はい、絵日記はかり、はかりゲット。ゲットってさ、 GED だよね。 G、 うん、まこちゃんが負けるとは時代も変わった。そうですね、時代も変わりました。おつまこが負ける時代はかりゲット、これでおつまこも、あ、え、まこなんで D って書いたんだろう。グッドとゲットが混ざった、 GED って書いちゃった。T です、ゲットGED、 GET、 ゲットでした。 GED ってなんで書いたんだろうね。なんで GED にしたの。カタカナでゲットにすればよかった。やっちゃい、ちょっと英語に憧れちゃったら失敗した。それはそれでレア、まあそうだね。ゲット、ゲット、ゲットでいいよ、ゲット。こんな感じ。これは薄っぺらいガトーショコラを2段重ねると分厚いこれになります。チョコペンのことも書いてあげるか。はい、チョコペン。かわいい、偽装の工程。でも測りうまい、本当ありがとう。よかった、はかりうまく描けたみたいでよかったですわ。じゃん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 、はい、え、うまい、ありがとう。そんなうまく偽装できてないそんなうまく偽装できてない。結構うまくできたけどなどうでしょう。ではよかったですね。閲覧6000人ありがとうございます。皆さんぜひ初見の方とかも、初見じゃなくてもコメント、ルームフォロー、どん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 よろしくお願いします。
ランキングへ、そうランキングを見ていきたいと、うん、読んでいきたいと思います。あと豆乳が飲めるようになったの本当にでかいですね。ラーメンマンさんさん、うん、ラーメンマンさん三色団子ありがとうございます。まこさんハートありがとうございます。よしさんアイスだるま尊いかわいいありがとうございます。デイクさんもかわいいありがとうございます。絵のスクショちょっと待ってね。ではランキングを読んでいきます。いきます。13位 DD51 さんありがとうございます。12位王くんありがとうございます。11位まこさんありがとうございます。10位ラーメンマンさんありがとうございます。9位大魔王つまこの右腕山あれ山元ちゃんありがとうございます。8位デイクさんありがとうございます。7位ヒロアイさんありがとうございます。6位ゾンビさんありがとうございます。5位90日おめまこおつまこバイ、バイぐっちゃんありがとうございます。4位げんちさんありがとうございます。3位としさんありがとうございます。そして2位ぐんガンズさんありがとうございます。そして第1位はじれれ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 じゃんよしさんありがとうございます。では書いていきたいと思います。あれヨシさん前回も1位か、すごいありがとう。なんと2回連続かな、すごいありがとうございます。パチパチパチ、はい、ではちょっと画像食だと測りそう。圧倒つまことサイン書くの忘れてた。はい、来ました、ありがとう。なんかすみません、すごい2日連続すごい本当におめでとうございます。ありがとうございます。よしさん1位ありがとう、ありがとうございます。ありがとう、たくさんのギフトありがとうございます。げんちゃさんありがとう、ありがとうございます。1位パチ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 ありがとう。ギフト読み忘れとかあるかな、うん、多分分かんないけど大丈夫かな。ありがとう、まかね、ありがとう、まこ、またね。パチパチパチ、ありがとう。ありがとうございまこ。はい、今日しましま。やったね。ありがとう、まこ。またね、おつまこ。はい、みんなもぜひ、ガトーショコラを作ってみてください。メールに、モバメに。写真を送るのでぜひぜひモバメ登録よろしくお願いします。はい、おつまこおつまこ、じゃあスクショします。ウニアバターを着てぜひぜひおつまこってコメントよろしくお願いします。おつまこやったね、おつまこ作るまこ作ってね。おつまこでした、レシピもおつまこ、おつまこ撮ってた写真撮るよ。つまこぶち切れまこしちゃった、ごめん、やばぶち切れまこしちゃいました、ごめんなさい。スクショ失敗してしまって今ごめんなさい。おつまこです、ありがとう。今来た、あら、もうあの撮ってた写真でした。ガトーショコラがねちゃんと完成したんだよ、ちょっと今食べちゃったんですけど、うん、つまこ安定のぶち切れまこ、ぶち切れまこになっちゃった。バイバイ、おつまこ見に来てくれてありがとうございまこでした。はい、そうなんです、昨日ブログをなんとですね、なんとです、忘れてしまってごめんなさい。そうなんです、次の5日後まで、はい、お待ちください、ごめんなさい。バイバイ、おつまこでした、バイバイ。ルームフォローしてね、おつまこ。最初はグー、じゃんけんチョキ、バイバーイ。おつまこ。